三重中京大学は三重県松阪市、久保町1846に本部を置いていた日本の私立大学である。1982年に設置され、2013年に廃止された。大学の略称は三重中京大。2013年12月18日の文部科学承認可をもって閉学した。見学の精神は、 学術とスポーツの真剣味の伝道たれと要約されており、これは学校法人、梅村学園の源流である、中京商業学校の創立者の理念に基づくものであった。松坂大学の初大学長となった梅村生命は、学校法人、梅村学園の見学の精神に則り、学術の場では、学術の研鑽とともにジェントルマンシップ、レディシップを、醸成投やすると述べ、 体得すべき4項目を列挙しており、これが教育理念となっていた。社会科学系で単一学部の大学である点を特徴として挙げていた。また、学生や教職員の数が比較的少ないことから小規模大学であるとし、大学の規模が小さい点を活かしてきめ細かい教育指導の実現を図ることで教育型の大学を目指すとしていた。また、 大学の立地条件については、非大都市圏の大学であるとし、地元密着を進めるとともに、地域社会研究所などを、地域のシンクタンク的存在にするとしていた。三重県松阪市、久保町1846に所在していた。また、三重中京大学短期大学部も、同キャンパス内に併設されていた。閉学後建物は解体され、跡地に、三重県立、 松坂あゆみ特別支援学校が2018年4月に開校した。学園祭の名称は松鈴祭から書礼祭、MCU 祭を経て三重中京祭と変遷した。招待された主なゲスト、ありがとうございます。